はい、ユニエゴースト。こんにちは。税金を払いに来たの？はい、持ってきましたね。どうぞ。素晴らしいと。よし、今年も納税をしっかり行いました。結構ね、甘種子がバカにならない金額稼げたんですよ。この甘種子、まあ1個あたりの値段は6コイン。まあ小型富士のバスケットよりかは安いのだけれども、まあ100個分ぐらい売ったのかな。売れば、まあ結構な額。100個どころじゃないな。もっと売ったな。結構な額手に入ったので、やっぱね、甘自体を育てればいろいろ金策にはなるのかなっていう印象です。で、もちろんね、自分でまく分は残しとかなくちゃいけないんだけど、それ64、最低64取っとけばいいから、余った甘種子は売れると。で、まあ正直他の種に関してもそういうことが言えるとは思うんだけれども、今ちょっと種がね、大量に手に入るのがこの甘種子だけなので、まあちょっと今これだけに言及したけれども、まあ種余ったら売っていいかな。今までわざと腐らせて肥料にしてたんだけど、まあ売るのも全然ありかなっていう気がしますね。うん。ジャロギには久しぶりだね。そう、ゴストビアに戻ってきたから、ちょっといるかな。あ、オルガ。オルガも成長してきたね。11歳か。何かご用でしょうか、ミスターって。ああ、ちゃんとミスター敬意を払えるようになったんだな。おい、動いて、こう。ああ、動くな。オルガも成長してんな。行かなきゃ、頑張れ。なんで伸ばした？なんでそういう方向に和訳が乗るんだ？あれ、ズビー。あれ、そっちのお仕事お願いしてないけど、ろくろ回してるな、ズビー。あー、こうやって、これ蹴ってるのかな？自分で下の円形の土台を蹴って回してろくろを動かしてるんだ。まあ、この時代、電気なんてものはないからね。ロマンスをやろうか。今日顔が近いね。愛情76。これガチ恋距離ってやつか。あ、これにする？君は出会った人で最も賢い。上がらないな。賢い上がらないね、ズビ。これは？君はとても上品な女性だね。そんなところが好きだ。あ、上がらない。え、どうした今日。ガチ恋距離じゃないの、これ。これやばいよな。君の唇の味を想像している。こんなことは言わんだろう。聞いてみる。意外とときめく。ときめくんかい。私の妄想の中にもあなたはゲストとして登場しています。おっと、これは来だしたね。愛情86まで上がったな。ああ、これはもう無理か。いや、ぼちぼちか、ゼビー。ぼちぼち、コクっていいのか、これは。ごめんね、ろくろ。あ、ろくろやめた。邪魔したな。いやー、そろそろかな。そろそろ感が出てきたな。いやー、いろいろ作業に時間が取られましたね。農作業が特に時間かかって、脱穀作業、まあこれ最近までは全部自分でやってたんですけど、これ甘種子406、これ売っていいかなっていう数、ここまで取れるんですよ、甘種子が。ここまで脱穀するのはね、ちょっと時間かかりすぎるので、もうちょい人入れたいなっていう感じがするね。ですね、農業の納屋。ここまだ全然人入るんだよね。ここに人入れないと、脱穀が辛い。で、今家がね、ここら辺家も建てないと、人も呼ぶに呼べないので、おっとダメージ受けてんな。呼ぶに呼べないので、ちょっといろいろ渋滞してる感がある。ちょっと動画で伝わるかわからないけどね。これ、今夏になったんだけど、ほぼ丸一日かけて農作業の準備だけしたので、ちょっと欲しいね、人が。結構お金取れるよ、これ。まず甘種子ね。406×6、凄まじい数字になる。
で、153個しか売れないじゃないですか。これ今までちょっとまあ触れてこなかったんだけど、相手もね、持ってる金額ってのがあるんで、売れる限界ってのがあるんですよ。で、さすがに406個分は払えないよってことで、これがマックス。とりあえず今、1000近く、900なんぼ稼げて、他の場所にも、一つの村に売り手って何人かいるので、君かな？マチルダ。マチルダにも売ります、アマシュシ。すごいよね。だから2500ぐらい。今これ1500でしょ。で、さっき900ぐらい売ったから2500ぐらいはお金になるんですよ。アマシュシだけで。凄まじくないですか？ここ全然盲点だったんだけど、めちゃくちゃ儲かる。で、まあ何回か言ってるけど、手元に、植える分だけあれば、アマシュシは、種は。植える分だけあればいいので、あとはもういらないものなんだよね。だからこの分だけお金が儲かる。さらに、雨織物も作ったので、これも468。むしろこれはおまけに近いよね、織物なんて。種子の方がめちゃくちゃ金になる。でも相手もお金ないもん。すごいよね。ここまで儲けられる。3000だよ、3000。すごい金持ちになったよ。いやー、一つの村から取れるだけはもう取っちゃったね。あー、ここの村でもお金払える人いないもんね。すごい、かつてないほどお金持ってる。3800だって。いやー、でかいなー。すごい、ここまで儲けられた。アマー最強だね。あー、素晴らしい。もうこれからは、そうね、バスケットとかは自分で作る必要ないかもな、ここまで儲けられたら。まあ、ジビーが常に作ってくれてるので、まあ、そこはそこでお任せして、俺はいろいろ行商とかに専念できる感じかな。あと、脱穀作業ね。脱穀作業はやっぱり結構しんどいので、そこは誰かにお願いしたい。で、せっかくお金があるので、ちょっと苗木ってものを買って、おこうか。ちょっと今回植えられるか分かんないけど、桜の苗木をとりあえず2つ、高とりあえず1個でいいかな、高すぎる。梅の苗木も1つだけ ケチかな。とりあえず1個ずつ、ペアの苗木、これも1つ高い、280で、ホップの苗木、これも1個買ってみます。これで果樹が作れるんだよね、果樹園。まあ、ずっと理解してはいたんだけど、そういうものがあるっていうのは。ただね、その苗木が高すぎるの、高いし重っ。帰るのだる。苗木ってこんなに重いの？とりあえず頑張って帰りますか。はい、とりあえず苗木はね、ひとまず大事にしまっておきますかね。これが劣化するってことは考えにくいし、取っておきましょう。OK。はい。で、畑の方なんですけど、こうやってカスタム名を隣につけることができるんですよ。で、これね、グラフで一応書かれてはいるんだけど、このマークだけ見ても分かりにくかったので、ちょっとまあ、ひねりは全くないんだけど、何が植わってるのかこういうふうに分かるようにしておきました。こうすれば何が植わってて何が足りてないか、まあ図でね、対応してるので見て確認もできはするんだけど、まあ、こっちの方が視認性はいいかなっていう。で、さらにこういうふうに、直にこう畑を見ても、大山農園とか。ね、畑さんだけだと何が植わってるか分からなかったので、今まで。ちょっとこうやって少しできる限りの工夫をしておきました。いや、畑仕事で夏半分終わるよ。まあお金はだいぶ儲かったけどね。やっぱね、農地がでかいとめちゃくちゃ時間かかる。凄まじい。でですね、本来なら、まあそこの、こう見ると分かりやすい。見えないですね。はい。まあ人手をさらに雇っていく流れにしたいところなんだけれども、ちょっとね、僕ずっと区画をちゃんとしてなかったんですよ。区画整備。まあある程度の、なんとなくな方向性は意識しつつ家を建ててたんですけど、ちょっとね、いくらか家も増えてきて、これはもういよいよ区画しないと見栄えのいい村、まあ、ゆくゆくは町にはならないぞと思ったので、今回はちょっとね、ちゃんと区画をしようと思うんですよ。で、今まで区画を先延ばしにしていた理由として、このフェンス、
今現状カエルフェンスはここまで、丸太フェンスまで、で防壁とか石のフェンス、正直ねこの石のフェンスを使って最終的に村をきれいにしたいっていう自分の中の目標はあるんだけれども、まだまだ建築技術がまだあと3500ほど足りない、なんなら倍以上まだ足りないわけですよ。今まで建ててた分、積み立てた経験値が全然足りないので、まあこのフェンス完成形を待ってたらいつまでたっても区画整備はままならないぞということで、とりあえず今お金もちょっとあるから、まあ木製フェンスは買うか。はい、木製フェンス買って1700コインでしょ。丸太フェンスも買う、買っちゃうか。はい917コイン、ちょっとこれぐらいは残しておきたいな。まあ、ちょっとこれらを使って、まあ、今回だけで全て賄えるかというとかなり微妙なんですけど、ちょっとね大規模に、区画整備を村のねしようと思います。結構ねずれてたりとかもあると思うので、そこら辺をねまた立て直しとかも含めてやっていきたいので、これはかなり大規模改修になるぞと思われます。ただね村を美しくするためには絶対避けては通れない道、やっていきましょうか。はい、で区画のために使おうと思ってるフェンスの候補がさっき買ったこの2つですね。名前が丸太フェンス、こっちが丸太フェンスでこっちが木製フェンス。まあ区画のためにやるので、まあねこんなでかい防壁じみた丸太フェンスは今回は使わなくていいかなと思っております。なので今回はこちらの木製のフェンスね、こっちで区画していこうかなと。これねもう隔たりが強すぎてな、隣人同士とのコミュニケーションがなくなっちゃいそうなので、まあ、まるでリアルとネットの世界みたいな大きな隔たりを感じちゃいますね。まあ、これ使えるかな、ちょっと今のところピンとこないんだけど、まあ、とにかくこの木製フェンスでね区画整備はやっていこうと思います。いや今まで避けてたのでねめちゃくちゃ大変なので、使う材料がねとにかく多くなると思うので、丸太がめちゃくちゃ消費されるんですよ。今すごい大量に丸太はあるにはあるんだけど、消費する分だけ大変さが増えるので一大事業だな。今回の動画だけじゃ多分終わりきらないと思う。うん、まあ頑張りましょうか。まずここですね、ジビーの家、ここら辺の周りからやっていこうかな。これはね湖にちょっと直結した感じにはしたいから、そうね、あの一番の肝はここの家からの見通し。今までこっちまっすぐのこの道はね、家とか何も建てなかったのはズドンにしたかったので、ここの真ん中の通路を、通路というか道をね、この見通しを良くすることを前提に区画していきたいと思います。うん、幅はこのくらいかな。うん、まあメインのジビーの家はまあこんな感じかな。ちょっとイメージ作るためにここだけは建てたいけど、板6枚ってめちゃくちゃ重いんだよね。これ丸太を消費して作るんだけどめちゃくちゃ重い。とりあえずここだけは建てちゃおうか、フェンス。あとはまあ候補でいいかなっていう、この状態だけでいいかなっていう気はするけど。いやー、板消費がやばい、板消費がやばすぎるので、一応ね今ねボレボー君が巻き小屋にいて、で、まあ、こうやって調整が効くんだけど、ね今までずっとスティックを取ることに重きを置いてたんだけど、ちょっと丸太を取ることに専念してもらって、まあ言うても 50% 残りの半分を板を作ることに専念してもらいます。丸太から板ができるんだけど、いちいちね僕が作ってたらもうね途方もない数の板を
僕が作らなくちゃいけなくなるので、ね、ここの周りだけで板何枚使うよ。すさまじい量になるので、ちょっとウォレボクにもお手伝いお願いしております。あれ?ニワトリめっちゃ増えてる。男若鳥。ちょっと待って。なんとなしにニワトリ大丈夫かなって見たら、なんかめっちゃ増えてるんだけど。ちょっと待ってくれ。どれ?君は?あ、男若鳥もう成長してるんだ。早いな、成長。というか、裏で結構な時間やってるからな。あ、ここに男若鳥。あー、ここら辺もな、確認しにくい。めちゃくちゃチリチリにいるな。この辺もちゃんと区画してやらないとな。まあ、脱走という概念はなさそうなので何よりなんだけれども、うん、鶏がやっぱ増えたね。ただ、面取り1匹しかいないんだよね。まあ、女鳥。みんな男若鳥だから、卵の生産はやっぱ1日1個だね。女鳥が増えないと、男鳥ばっか増えててもダメってことだね。ってことは、ちょっと1匹2匹売るか、これ。これ多分無尽蔵に増えるだろう。うん、これ売るためのマーク。ここにね、X、売るためのマークってのがあるから、ちょっと男若鳥、ごめん。幸せになってくれ、よそで。売るためのマーク。ん?これはどうすればいいんだ?セルのためにマークを外す。これどうすればいいんだ?売るためのマーク。え、これどうすればいいんだろう?これで売ってくれるのかな?プレズボー君が。プレズボー君がここを管理してるんだけど、ちょっとわからん。このマークついてたら、プレズボー君が勝手に売ってくれることを期待して、しばらく様子見ます。まあ、増えるのは嬉しいんだけどね。な、どうせだったら均等に増えてほしいよね。まあ、ともかくね、まあ、ニワトリは様子見するとして、今の僕の一大事業はこの区画整備。これをやりきらないことには終われないのでね。ガンガンやっていこうか。しかし、消費量多いな。きついな。はい。え?新レベル外交?外交レベルが上がって家もまた壊れて。いやー、王の罰が怖いけど、まだ来ないのかな、王の罰は。まだ来る感じではないね。まあ、ちょっとスキルだけ最後に振っとくか。外交ポイント。これなかなか上がらないのでね。今、レベルが4。ちなみに、サバイバルは10まで上がりきっちゃったんだよね。っていう感じでばらつきがあるんだけれども、この共感っていう能力。会話中に NPC の性格が明らかになるっていう。これをまず取得して、はい。うん。で、偶数のレベルの時は2ポイントもらえるんだよね、スキルポイント。結構ね、外交でね、得られる能力ね、いいのが多くて。感動的なスピーチ。NPC が行う生産が 5% 速くなる。これめちゃくちゃいいね。これ3ポイントまで振れば 15% 速くなるんでしょ。これ最高だよね。で、王様の手。25% の確率で王様のチャレンジに失敗して、王様の信用を失うことを免れることができる。ああ、まあもう失敗する前提のこういうスキルもあると。まあちょっと今回はわざと失敗したいから、これはほっとくとして。なんで英語?生産ポイントとりあえず上げます。はい。うん、とりあえずここで落ち着く感じかな。はい。じゃあちょっとね、まだちょっと道半ばではあるけど、この区画整備ね、引き続きやっていきたいと思います。次回ぐらいに完成するかな。まあ、次回以降ね、この多分、ずっと気になったこの食料ストレージのこのズレとかも直さなくちゃいけないと思うから、全然ね、楽な道ではないのだけれども、頑張ります。はい。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。